加減に諦めよ。わらわはそなたとゲームをしているつもりさえな。絶対に解けない問題とでも言いたげね。バトラがエリカをもてなし終えるまでの時間稼ぎ。そなたの頭を冷やせるのはバトラだけ。頭を冷やす？私が？あんたたちが一なる真実を私から隠すからでしょうが。だから私はあんたたちに抗う。これは権利よ。私には後宮家の最後の一人として真実を知る権利がある。そうだ、だからこそこの最後のゲームだ。そうね、この最後のゲームが与えられなかったら私には真実に至るチャンスさえ与えられなかった。その点についてだけは私も感謝しているわ。1986年に何があったのか、何が親族、そして家族を奪ったの、それを知りたいと願うそなたの気持ちは人間としては真っ当なものだ。しかしそれを理解してなおバトラはそなたが1986年に回帰するべきではないと思った。お兄ちゃんの言いたいことはわかるわよ。過去を振り返らず未来を見て生きろとか言うつもりでしょ。そうだ、それをバトラはこの最後のゲームをもってそなたに伝えるつもりだった。なら答えは早々に出てるわ。ノーサンキューよ、黄金の魔女。私は1986年にもう死んでいた。その後12年間も亡霊として一人ぼっちでさまよったわ。そしてエヴァおばさんが死んで私が亡霊としてさえ地上にとどまる理由がなくなった。だから最後に一つだけ自分が本当にしたいことをして死のうと決めたの。それが1986年の真実を知ることだというのか。そうよ、悪い。ああ悪いぞ愚か者。ではそなたは真実に至ったなら死んでしまうということ。ならば至らせるわけにはいかぬ。どこまでも煙に巻いてそなたを生き延びさせねばな。バトラはそなたに生きることを望んでいる。真実のない生なんて死んでいるのと同じよ。私は生きるために知ろうとしている。そなたは今死ぬために知ろうとしていると言ったぞ。ああそうね、じゃあ言い直す。私は死ぬために知ろうとしてるの。そして自分の命と引き換えにベルンカステルと契約したのよ。あの日に何があったのか知るためにね。一なる真実は私が自ら手にするメイドの土産なのよ。無駄だ。そなたのこの密室は破れぬ。この密室は完璧だ。にもかかわらずそなたをこの密室でわらわが殺す。本来はそなたに与えた鍵にそなたに未来を選ばせるゲームだ。嘘だわ。こうして礼拝堂に隠して私にはあんたたちの望む前向きな未来の扉とやらでも選ばせるつもりだったんでしょう。そんなのは選択じゃない、押し付けだわ。親はこの選択肢から不適当なものを間引く権利を有す。私は子供じゃないわ。自分で考えて行動できる18歳の女よ。たわけが。過去のこと以外何も考えることができぬ6歳の小娘であろうが。誰のせいでよ。あんたのせいで私はいつまでも6歳のままなんじゃない。真実を覆い隠すあんたの幻想を今こそ打ち破る。そうね、思えばあんたは今こうして礼拝堂に私を閉じ込めてるんじゃない。1986年のあの日からずっとずっと私はあんたのせいで孤独で誰も真実を教えてくれない密室に閉じ込められているのよ。あんたの密室を今こそ私は自らの手で打ち破る。ああダメね、全然ダメだ。分かったわ、あんたの完全密室のトリック、復唱要求。私を密室に閉じ込めてから
直ちにあんたは私を殺害している。拒否する。そうよ、あんたは私を18年かけて殺すのに。ありがとう、ベアトリーチェ。それを思い出させてくれたおかげで、あんたが私を殺す密室殺人のトリックが分かったわ。エンジ、そなたは未来ある若者だ。そして未来に生きる黄金の魔女ではないか。ならば未来にて生きよ。過去の真実にどれほどの価値がある。そなたが自ら生み出すそなたの未来の真実の方がよほど価値があるだろうに。私の人生なんてクズよ。家族は私を残してみんな死んだわ。だから一なる真実を手土産に私はみんなのところに帰るの。真実を知れば家族の死を受け入れることになるだけだぞ。ひょっとしたら家族の誰かが生き延びていて再会できるかもしれない奇跡に託して生き延びようとは思わぬのか。安心して、奇跡の魔女でさえそのかけらを見つけられなかった。だから私は真実を知りたいと思いながらも無意識のうちに真実から目を背けている。家族の死をはっきりと理解することで誰かが生き残ったかもしれないという奇跡を自ら否定してしまいそう。でもね、もうそういうありもしない奇跡にすがって生き延びるのには飽き飽きしたの。だから私は家族の死を受け入れることにした。どのような真実であろうとも認めようと思った。だから私は真実の魔女となった。過去の真実に目がくらみ自らの未来が見えなくなったものの、なんと愚かなことか。許せ、バトル。そなたの妹を正しき未来に導くにはわらわは力が足りなかった。これで終わりよ、1986年の魔女。この密室は完璧な密室。故に私は出られず、あんただって外部から私に指一本触れることはできない。でもあんたは私をこの密室に閉じ込めたわ。それをもって私を殺したと言える唯一のトリックがこれよ。あんたは私をこの完全な密室に閉じ込めて餓死させた。それを目論んで私を閉じ込めたなら、これは立派にあんたが殺したことになる密室殺人。死因を煙に巻きすぎたのが裏目に出たわね。さようなら、幻想の魔女。 See you then。ゲームセット。これがエヴァおばさんの日記、一なる真実の書ね。それを読めば、そなたはベルンカステルとの契約により死ぬのであろうが、死ぬために真実を知るのか。馬鹿げている。そうよ、私は死ぬために真実を求めてる。死に方くらい私に選ばせて。私もバカじゃない。本当の私はきっとあの地上の星空の宙に浮かんでいるのよ。
知らなきゃ生きてることにできるの？あんたたちの言う猫箱というのは、死体を隠せば生きていることにしてもいいという甘えた妄想だけがたった一つのトリック。でもね、隠したって死んでいることは変わらないのよ。遠いお空の国でいつまでも見守っているなんて、そんなおとぎ話みたいなので私の傷が塞げると本気で思っているの？私は真実の魔女エンジェ・ベアトリーチェ。起こらぬ奇跡を待って亡霊のように生きる日々から、私は真実に至った高潔なる殉教者として生を終えるのよ。そなたはマリアの魔導書より魔法の力を理解したのではなかったのか？ええ、理解したわ。そしてなんて無力なものだろうと絶望したわ。そしてそれがお兄ちゃんが私に押し付けようとしていることなのよね。私が信じれば、魔法があれば、いつだって家族は私のそばにいる。バカにしないで！そんな魔法で、そんな幻想で、白チュームで、私の12年が言えるの？そしてこれから未来の数十年をどう生きていけるの？誰か帰ってきてよ！誰か！でも、誰も帰ってこない！じゃあせめて、あの日、何があったのかだけでも教えてよ。それは教えてくれるそうよ、ベルンカステルが。ああ、我が主よ、今こそ一なる真実の書を手に入れました。今からこれを持ち帰りますから、私に真実をお与えください。家族が生きているかもしれないという甘えた奇跡を捨て去る覚悟はもうとっくにできています。私に今こそあの日の真実を教えて！なんだ？どうやら同志エンジェが仕事を終えたようですね。あなたが無様な封印を施したようですが、我が主に委ねれば冷凍サンマを解凍するより簡単に解いてくれるでしょう。くそ。我が主よりエンジェが仕事を終えるまで遊べばよいと命じられています。十分に再会を楽しめましたし、これでお開きにしようと思います。なぜエンジェに一なる真実をそそろかせ。お前の主なら知ってるはずだ。エンジェには何の意味もない真実だと。ええ、世の中のあらゆる真実に意味などありません。意味を生み出すのは結局のところ人間一人一人の心の中。一なる真実でさえ人が異なれば生まれる意味が異なる。ないんですよ、真実に意味なんて。それでも私が真実にこだわる理由はただ一つ。探偵だから。うっと。しかしエンジェさんは探偵ではありません。あの子にとって真実はゴール、幸薄き人生に終わりを告げる終止符です。これであの子はようやく生を終える最後のみそぎを終えた。死ぬためにたった一つの真実にこだわる一夜限りに地上に叩きつけられて、死ぬまでにほんのわずかな時間だけの仮初めの真実の魔女。エンジェを死なせはしない。どんなに辛くても生きてくれ。それだけが俺たちの願いなのだから。生きていればどんな魔法もどんな奇跡だって起こり得るんだ。それをエンジェさんの肩を抱いて直接言わなかったことがあなたの敗因です。いかがです？あなたのわめきを聞くだけでフルドエリカにはこの程度の推理が可能です。生きろエンジェ。同志エヴァ、作戦終了です。退却しましょう。あら、もうおしまい？今度は私自らがエヴァ犯人説で島中をめちゃくちゃ
と思ってたのに。ごめんね、バドラ君。私の力不足で、私は私のやり方で12年間あの子を守ったわ。感謝する。でももうあの子が自分で決めることよ。もうあの子も18歳。自分の人生は自分で決めてもいいとは思わない？悪いな、妹煩悩な兄貴で。じゃあね、私は今はベルンカステル教の駒。これで失礼するわ。どうしようか、後ほど。それではこれにて、下手をしたらこれでお別れですね。待ちな、俺たちの決着はまだついてねえぜ。弱も何もタイムオーバーです。ですが最後にもう一撃を食らいたいというのがお望みなら叶えてあげてもいいですが。